平野紫耀の新たな旅路、ナンバーアイの未来と芸能人タロット占い。芸能界において注目を集める平野紫耀がナンバーアイを結成し、第二のアイドル人生を歩み始めました。彼のこれからの未来にはどのような可能性が広がっているのでしょうか 今回は、ノラ占い師フォーチュンテラーオズマエス OS によるタロットカード占いをもとに、ヒラ仕様の未来に迫ります。ヒラ仕様の現在、オズマエス OS 氏が占ったところによれば、ヒラ仕様の現状は、戦車の逆位置が出たとのことです。これは、失敗やコントロール不能を意味し、現在の、キングプリンス。 のメンバーとの関係に後ろめたさを感じている可能性が示唆されています。しかし、彼自身が突っ走ってグループを分裂させたことに対する複雑な気持ちも現れているようです。オズマ SOS 氏は、平野の性格が仕方がない、と受け入れつつも、反省しつつも前進していく状況にあると指摘しています。仕事に関する未来。 一方で、仕事に関しては、ワンドのキングが正位置で出たことから、平野の野心やリーダーシップが象徴されています。諸突猛進な彼がこれからも新たな仕事を手に入れ、躍進していく未来が見え隠れしています。特に、勢いのあるカードが続々と出ていることから、海外進出も成功する可能性が高まっていることが予測されます。 平野仕様の総合運。オズマ SOS 氏が占った平野の総合運は月の101であり、運勢は20丸で未来も安泰だと評価されています。このカードは心配無用や安心を意味しており、ファンや外野が心配する必要はないとの結論が導かれています。 直感を大切にすることが平野にとって運勢を良くするポイントであるとされつつも、すでに彼が直感で動いていることから、将来に対する不安はほとんどないようです。オズマ SOS のプロフィール、占い師歴5年のオズマ SOS 氏は、脱サラ後に占いの実力を磨き、人づての紹介のみで占いを提供しています。 使用する道具はメインのタロット数種類や10種類以上のオラクルカード、グノルマンカードを含むグランタブローなど様々です。占いのスタイルは、ボ線が得意で、最近はダウジングにもハマっているとのこと。また、東南アジアでの出家も検討しているとのことから、彼の占いは幅広い経験と知識に裏打ちされています。平野の使用の新たな旅路が始まっています。 占いによれば、彼は過去の決断に対する複雑な感情を抱えつつも、仕事においては成功を収め、未来も安泰であるとされています。オズマ SOS 氏の占いは、ファンやガイにとっても安心感をもたらすものであり、平野のこれからの成長が楽しみであることを示唆しています。 彼のちょっと都盲心な姿勢が成功につながることを期待し、ナンバーアイの活動に注目が集まることでしょう。関連記事ナンバーアイ、平野紫耀の新プロジェクトがスタート。キングプリンスの分裂、ファンの反応は平野紫耀のこれからの海外進出に、期待ファンの声も占いし、オズマ SOS、芸能人の未来を占う。 注意この記事は占いの結果を元にしたエンターテイメントであり実際の未来を正確に予測するものではありません。正確